するしない？どうも、稲太鼓です。 MJ シーズン2、前回、前々回とトンプー戦2回連続4着を引きました。不吉です。この不吉を断ち切りたいと思ってはいますが、どうなるんだろう。ドキドキします。頑張ります。ちょっと優雅にやりすぎてるのかな。あとちょっと安い点どうなんだろうな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張れ私。本一曲、ドラは G1、 プレイヤーはなんちゃです。私なんちゃスタート。プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。ヒョンシャンテンはいいけれども、チュンはしょんぱいですからね。とりあえず様子見ですかね。あまり手がよろしくないですね。ひなた、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。想図の伸びをちょっと見ながら。いきなり仕掛けていった。ピンズ好きなのかな。しもちゃんの、しもちゃんの方。場を制する人物は一体誰なのか。ドラが G1。 おっと、負けじと動き出した。両面 G、 両面 G のドラ含み。ここから何を引いてくるか注目ですよね。あら、3品泣かれなかったね。想図がね、ちょっと私多くなってきて、一体どんなドラマ動きもありかな。これ投げましょうか。 G、 こっちで。ひなた、ここで G。 怖い方から切ってきます。鎮痛が見えますからね。ここは仕掛けるのか。雀荘はポンですね。ひなた、またも想像を仕掛けた。ひなた、いいシャンテン。あっという間にいいシャンテンだ。上がりまであと一息です。いい層もポンします。泣けそうなの結構泣こうと思ってんだけどな。パワー、パワー。マンズは伸びないと見たのか。あ、チーピン手出し。キューピン先の方が良かったかしら。カビちゃん、捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。ロン。おお。あ、でも9は当たりじゃないんだ。下だね。幸先のいいスタートを切りました。はい、本日者。いやー、宝珠にならなかっただけ良かったのかな、こういうの。本2曲、ドラはペイ、プレイヤーは親です。現在のトップは下茶です。トップとは3本気にする点差ではなさそうですね。今回ちょっと4シャンテンだけど、でも 3になったんですけど、形がいい。手配のこう横に伸びる感じが好きですね。こういう感じのやつ。ドラが来ないならさよならしたいぐらい。さあ、悪くないよ、悪くない。パワー1切ってるけどね。3色とか見ます。 A は勝敗なのでね、とりあえず様子見ですかね。ドラですからね。あー、嬉しいな、これは。こうしようか。これでやりちゃって。ピンズの形がいいですね。パワーはね、切ってるけど、これは嬉しい。6切っちゃおう。あっという間にいいシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。ドラ、ドラ、ドラを引きたいです。私ドラを、チュン。で、ソーズの1425持ってきた時にドラをジャントにしてパーピンを切るかとかもね、これでそう選べるわけですよ。重い空気のまま場が進行している。で、ペイが来て、あ、頭ないってなるんですね。いいシャンテンだけど、すごい光景。珍しく頑張りどころ。マンズを連打している。すいません、ピンズ、パーピン、ちょっと早めに切りたいもん。引け、私引け、来た。リーチ、リーチ。あ、
ハネマン天杯だ。しもちゃん、ここはプレイヤーの現物を落とす。一数層でイーソー3枚見えなんですけど、最後のイーソーもイーソーだし、場に緊張感が大きくできるときは大きく頑張れ。神ちゃん、プレイヤーのリーチを警戒しているのか。一数層、一数層、一数層、一数層。少し場が落ち着いてきたか。え、シャンポンなら上がってた。このまま静かに場が進行していくのか。ひな、上がりきることはできるのか。幻かな。しもちゃん、慎重に打っている。みんな丁寧に。あー、止まった。よかった。ペーなら上がってたねとかみんなに言われて、切ない思いをするかと思った。お見事。よかった、よかった。リズもピンク、ドラドラ、マジ。はい。よかったですね。この4戦オールはトップに立ちました。トン2曲、一本場、ドラはローピン、プレイヤーは親です。よかった。ほっとした。先ほどは鮮やかな上がりを決めています。ありがとうございます。トップになりました。元気な土田さんです。一体どんなドラマが待ち受けているのか。はい、ありがとうございます。頑張ります。ドラがローピン、うーん、今回の形はちょっと今のとこ微妙ですね。横に伸ばしながら膠着状態だ。今のままならね、泣きはないです。これで一歩前進。かける形は、方針が定まってきましたよね。はないかな。日向、波が来ている。ここから何を引いてくるか注目ですよね。ピンズ、ギャンワン、ポン。神ちゃん、いきなり仕掛けていった。日向、あっという間にいいシャンテンだ。ストレートに引けるかな。3枚見え。おう、ジー、うわお。神ちゃん、早くも2フロ目だ。すごいね。もう赤子いらないんだ、トイメンさん。そういうことよね。各社相手の出方を伺っているのか。正直ね、リャンワン、チー、ルーワン、ここでチー入ってもあんまりリーチ打つ気ないんですよね。カンパーピン、町としては良さそうなんで。場に緊張感が漂っている。てか赤出すぎじゃない。ちょっとこれもうチューン赤赤よ。ドラ持ってたらもう満貫よ。さあ引いた。ちょっとね、ほんとやる気ないんだよね。日向、天杯に取らない。そう、もう取りたくない。サブロスを打ちたくないし、多分ね、ここは一歩後退。多分ワンズね、通ると思うんですよ。少し場が落ち着いてきたか。各社どのように打ち回していくのか。赤切ってる割にトイメンのリーチはね、なかなか来なくて不思議ですね、バガ。あ、あれだ、接続が切れちゃったのね。ドラ、ドラだ。わお。ひなた、いいシャンテンだ。上がりまであと一息です。うん。トイメン、吐くのか。ここで噛んだ。シンドラは数層。ちょっともう降りてます。ステハイにチュンチャンパイが並んでいる。まあ、ヤンワン通った。ちょっと引き気味に思うと思うんですけど。ドラが被ってしまった。もうね、あんまりちょっと頑張りたくない。トップの形がいいですね。神ちゃん、マンズを連打している。ここでも天杯に取らない。取らない。トイメン、ピンズを連打している。パワーワンを。ピンズは
伸びないと見たのか。あ、嘘取った。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。ちょ、丁寧に。ここはドラを引いた。丁寧に降りちゃいます。誰も上がれない。全員同点です。ちょっとね、弱気すぎるように見えるかもしれないんですけど、トップ名でね、本3曲、日本馬、ドラはローワン、プレイヤーはペーチャです。いけなかったですね。あ、これは行きたい。現在のところトップです。このまま逃げ切りたいところですね。それでは対局の模様に注目しましょう。今回はね、ハクとハツが統一でドラローワン。いいぞからかな。出たらね、泣きます。重い空気のまま馬が進行。2人いらっしゃらなくなったよ今。あ、そうか、さっきからかな。さあ、この範囲に反応する。ひなた、いきなり仕掛けていった。2人連絡取れないとか、ちょっと切ないな。さあ、この範囲は、これでニャンさんから。早くも2風呂目だ。これでだいぶ楽になりましたよね。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。おっと、負けじと動き出した。今参加してるの2人ですからね。電車とか乗っちゃったのかな。残念だな。各社どのように打ち回していくのか。どっちがいい。数ピン、うん、ギャンピンもいそうだな。 E1 切ってるんで、もう素直に行きます。ひなた、ここは仕掛けるのか。かなりアグレッシブ。サンフーロ、カミちゃん、ポンだ。ハクとリャンワンのシャンポンテンパイはどっちでも上がれる。各社出ました。ロンの声がこだまする。見事初ドラ1、何も言うことなし。全然お見事。ドラ、これで次がオーラスですね。トン4曲、ドラは何、プレイヤーはシャーチャです。この試合ではない。いよいよオーラスを迎えています。でも想像が多い。トップなので、ここは軽く上がって終わらせたいですよね。かなり手がいいですね。守り切ることができるのか。ポイントもあるし、なんかあったらね、どうにか対応もできそう。誰が一番最初に仕掛けるのか。あ、すごい小さな効果なと思ってたんですけど。これでさ、この範囲にひなた、ドラさんゲット。これでマークされちゃうかな。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。ストレートに引けるかな。おっと、負けじと動き出した。さあ、この牌はどうする。ここはスルー。あ、違う、初短期でよかった。三層切ればよかった。チュンチャンパイが押し寄せてきている。光八兵衛でしたね、今ね。いやここも我慢した。これは先ほど打ったばかりの牌。なんで私三層の中膨れの三層短期になっているんだろう。これを泣きます。チーして、ひなた、ここでチー。ここでも仕掛けない。リャンウソか六球層。六球層がちょっと良さそうだな。変えず。リャンソー。トイメンさんのリャンソー。わかるぞ。全然当たってないよ。緊張感が漂っている。何よもう。プンプン。パーソーが。ここでチー。ね、こんなに見えてるのに。ひなた、上がりきる。ロン。ロン。ドラさん、これは痛い。見事、もう何も言うことなし。優秀の美を飾りました。お見事。はい、なんかちょっといろいろありましたけど、久々にトップを取りました。さあ、というわけで今回トップだったので6回、金前以上ないので6回ビンゴ回します。よし、久々のトップいきますよ。回します。早速参りましょう。ビンゴなるか。2番、ある。2番ある。ここ2番。リーチ、リーチ、リーチ増えた。25番もリーチよ。次
15番、いらっしゃらない。次41、あります、あります。41番、引きがいい。かなり穴ぼこだらけ。次31番、いない。次42番、43はあるんだけどな。次68番、おー、いる。リーチ増えた、リーチ増えたけどビンゴにはならぬっていうことで、こんな感じです。今3つ空いたかな。今回こんだけこうリーチが増えてもビンゴにならないの、本当なんだろう、友達の結婚式のビンゴ大会の時と一緒ですね。私全然景品当たんないんですよ。リーチめちゃくちゃかかるんですけど、景品が先に終わってなんか穴ぼこのシートを持って帰るっていう、あの時の感覚とちょっと似てますね。そんな感じ。さあこの後まだあと何回だ、残りあと6回、どんな風になるんでしょうか、お楽しみに。ということで動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。